仙台港のページェント、仙台港のページェント、仙台光のページェントは、仙台市都心部の定前寺通りと、青葉2の欅並木に、数十万に上る、数の LED を取り付けて点灯する、イルミネーションイベントである。毎年12月上旬から31日まで、開催される。点灯時間は17時30分22時。 スターライトファンタジーの副題が付けられている。実行委員会を中心に、ヒカペとの略称が使われているが、市民一般には浸透しておらず、光のページェント、ページェントなどと略される。1986年、昭和61年、森の都から光の都へを理念に、市民ボランティアが森の都、仙台を象徴する定前寺通りと、 青葉2の欅キ並木にイルミネーションを施したのが始まりである。例年、テ禅寺通りは地上から見れば光の回廊となり、ナイトフライトで上空から見れば地上に舞い降りた天の川となる仙台七夕に関連して形容。現在はテ禅寺通りの東部の高等大公園や生誕の西公園にもイルミネーションが広がり、様々な付随イベントも行われるようになった。 そのため、期間中280万人以上の人出がある、仙台の冬の風物詩として、全国的な知名度を得るに至っている。自治体等からの補助金があるものの、運営資金の半分以上を、企業からの寄付と市民からの募金によって賄っている。光のページェント期間中に、市内の各地に専用の募金箱が設置されるほか、期間外においても、 街頭募金や募金ライブイベントがある。また、飲料1本につき設置者と自販機管理会社が1円ずつ、計2円を募金する仕組みになっているユニークな自動販売機がある。実行委員会を中心に市民ボランティアが開催するイルミネーションイベントとしては、センクレーであり、かつ20年以上も市民主体の体制を維持しているため、コベルミナリエをはじめとする。 日本国内やアメリカなど海外からの問い合わせや視察を受けており、イベント運営方法や資金集めのノウハウなどを各地に伝える活動も行っている。例えば、仙台市の姉妹都市であるアメリカ合衆国、リバーサイド市の周辺で開催される光のフェスティバルは仙台港のページェンとの影響を受けて始まった。なお、サンタパレードを開催している縁から20周年に 当たる2005年、平成17年には、サンタクロース村があるフィンランドロバニエ市が主催するクリスマスシティネットワークに仙台市が加盟した。2008年、平成20年により、期間中のケヤキのイルミネーションをバイオマス発電によるグリーン電力によって100%賄っている。2009年、平成21年からは送電球数の1、3、約20万球を、 消費電力が白熱球の約1、10である LED に置換し、17000kWh まで使用電力を削減した。電飾に使われている豆電球は、実行委員会と電球メーカーが共同開発したものである。実行委員会では、この豆電球のことをスターライトリーフ、光の葉と呼んでいる。この豆電球は、仙台港のペイジェント以外では、 東京ディズニーリゾートでも使用されていた同リゾートでは2008から LED に変更されている旧電球の制作会社は2009年倒産。期間中一つのスターライトリーフを点灯するためには125円かかるという単純計算で80万個使用すると約1億円の費用がかかる。なお豆電球は 白熱電球であるため発光時に発熱するが、ペイジェントが行われる夜間は気温摂氏10度以下になり、また、電飾の重量も軽いため、植物学の専門家が、毛ヤきの成長に影響はないだろうの見解を示している。2009年、平成21年には、送電球数の1、3、120万球、テゼンデラ通りの西公園2、万水通りの間を、 軽量で発熱量が小さく、かつ電力消費量がスターライトリーフの約1、10である LED に置換し、この LED の商品名は仙台港のページェントであり、実行委員会とメーカー、日夜科学工業とが4年をかけて共同開発した。単価はスターライトリーフの約4倍で導入経費は約1000万円となる。2010年。 平成22年はすべて LED 化するため、予算の関係で、青葉2の電飾は見送り、定前寺通りのみとなる。他の都市で行われているケヤキへの電飾法は、資金的な理由、あるいは、暖かい地方では12月でも落葉が終わらない、ことなどから、木の幹から大枝沿いに、豆電球、または LED 付き電飾コードをくっつける方法である。そのため、に、 冬枯れ木の形が浮かび上がるように見える。他方、仙台の場合は12月には、毛ヤきの落葉がほぼ終わっているため、幹や枝添えの他に、枝と枝の間の空中にも、電色コードを渡すことができる。そのため、下記に葉が生い茂っている状態の毛ヤきの形のように見える。また、おおむね落葉しているために、上から眺めても電色が見える、暖かい地方では、 この時期に落葉しきっていないため、上から見ても葉が邪魔して原色はほぼ見えない。上からの干渉が可能なことによって、仙台港のページェントは、仙台七夕と関連付けもあって、地上に舞い降りた天の川との形容がなされ、また、沿道のビルの上階に位置するレストランなどが上からの眺めを売りにした観光ディナーブランを設定したり、セスナ機やヘリコプターによるナイトフライトが、 観光商品として成立したりしている。この電飾法は、樹木1本あたりの電球数を増加させるため、迫力は出るもののコストが高い。樹木の大きさが異なるが、同様にケヤキ並木に電飾している。仙台2006年と新潟の2位があったこのペジェントとを比べると、電飾設置ケヤキ本数が、仙台約220本、新潟210本で同程度なのに対し、 電球総数は仙台約70万球、新潟約26万球と仙台港のページェントが3倍近く多くなっている。定前デラ2では蒸気の電飾法がなされた契約が800メートルほど連続して4列に密に並び、下記には緑のアーケードだったものが3列の光の回廊へと姿を変える。沿道両脇のビルには ハーフミラーのガラスを使用している建物もあり、反射してさらに光の広がりがある。また、空中にわたっている電飾コードがあるため、風で大きく揺れて、道に立ってみると動的な、生きた光の洪水のような印象を受ける。脚本家の内立真巻きこうして、山火事だ、と言わしめるほどである。例年、期間中の例から数日程度の積雪が見られるが、 積雪があると白い雪にイルミネーションが反射して、道全体はぼーっとやいに浮かび上がり、さらに美しさを増す。なお、仙台市がホワイトクリスマスになる確率は、過去30年で約40%、降雪率。積雪は問わないである。第二次世界大戦の際の仙台空襲で焼け野原となった仙台市は、森の戸を象徴する屋敷りを失って、 乾燥する陶器に特に砂ぼこりが舞い、戦後復興期に仙台砂漠と呼ばれていた。そのため、道路の舗装や街路樹の植林によりこれを改善した。しかし、1970年代から本格普及したスパイクタイヤにより陶器に粉塵が舞って再び仙台砂漠と呼ばれるようになった。1985年、昭和60年に宮城県が スパイクタイヤ規制条例を施行して、規制の動きが始まったが、まだ、仙台砂漠の状態だった1986年、昭和61年2月、森の都の新たな象徴の一つとなっていた、定前寺通りの欅並木が粉塵で汚れて、しまっていることを憂いた市民が、並木に電飾をすることを思いつき、共感した市民たちの協力を得て約1年かけて、巡視。 仙台港のページェントは生まれた。光のページェントは企業からの寄付と市民からの募金によって支えられているため仙台の経済状況に高応するようにイベント費用の中心をなす送電休庫数が増減している。そのため送電休庫数は仙台の景気や消費動向の物差しとも見られている。ただし近年は観光客数の増大に伴う 警備の出費も大きいため、送電休戸数そのものよりも微分した変化量が有益な指標でる。光のページェント初年の1986年、昭和61年の電飾設置ケア基本数は、定禅寺通り44本、青葉通り70本の計114本で、送電休戸数は約30万個だった。2006年、平成18年のそれは、 定前寺通159本、青葉通り62本の計221本で、約70万個である。送電休戸数が少なかった初期は、定前寺通りの中央分離帯の2列のみ、青葉通の中央分離帯1列のみだった。その後、送電休戸数の増加に伴って、定前寺通りの東二番町通りと伴水通りと、交差する間の区を4列化、青葉通と、 東一番町通りの交点付近を三列化した。送電球個数が減少した時は、電球密度を減らすなどして、イルミネーション範囲を保つ試みもされた。近年は、定前寺通りの四列の欅並木のイルミネーションが、観光客に人気があるため、電球設置を定前寺通に集中させ、西公園通まで四列電飾化を伸ばしている。青葉通は、仙台駅前部分、及び、 一番町との交差点部分には人の流れがあるが、それ以外の区間は並走する、商店街の中央通りの方に人の流れがあるため、仙台駅前及び一番町交差点以外の区間の三列電飾化は、資金的な観点からも見送られている。送電休戸数と景気との相関が強いのに対し、送電休戸数が増減しても観客動員数が増加してきたのは、 このような工夫の賜物である。例年の開催期間は12月12日から31日で、点灯時間は17時30分から23時、31日のみ24時まで点灯としてきたが、2010年に初日を12月3日に前倒しし、2011年にはさらに初日を12月2日に前倒して、明かり時刻を22時に短縮した。2003年。 平成15年にバブル景気以降最低の送電休個数となり、イベントの存続自体が危ぶまれる事態となった。そのため、2004年、平成16年以降、安定的なイベント開催のために、企業広告を一部受け入れ、光のページェントの公式パンフレットに、企業広告が掲載されたりするなど、光のページェントにおいて企業名が目につくようになった。 光のページェントの初日、定前寺通りの中央分離帯遊歩道にて、点灯式が行われる。ゴスペルの演奏で始まる。点灯式と同時進行で、仙台メディアテイクにおいて、光のページェントのイメージソングやテーマソングなどを歌う歌手を中心としたライブが行われる。また、光のページェント実施中、一時的にすべての電球を消し、再点灯する。 スターライトウィンクというイベントがある。暗い空に一気に点灯する様子に観客からは歓声が上がる。定前寺デラ通りで18時、19時、20時の各々の時刻に行われる。17時30分の点灯時も含め最も通りが込む時間帯である。この他に市民がサンタクロースなどの衣装を着て定前寺デラ通りでパフォーマンスしたりパレードしたりするイベント。 スターライトファンタジー、サンタの森の物語、通称、サンタパレド、を、テイゼンデラツーや、高等大公園の野外音楽堂で、学生や市民、企業のコラボレーションで行われる屋外コンサートがある。最終日の大晦日には、小灯式があり、新年をカウントダウンして迎える。光のページェント終了後、光のページェントを主題にした写真コンクールが、行われる。 特選受賞者には、商品と次年度の点灯式で、点灯スイッチを押す権利が与えられる。入賞作は3月上旬、仙台市役所1階ロビーで、作品展示、及び、次年度のページェント期間2週間前から、森の都心陽金庫本店の名古みテラスで作品が展示される。このか期間外の下記に、実行委員会と東北楽天ゴールデンイーグルスの共催で、 宮城球場、原楽天コボスタジアム宮城の外周スペースで行われるイルミネーションイベントもある。光のページェント実行委員会が主催ではないため、仙台港のページェントの名称及びロゴを使用していないものの、光のページェントをバックアップして盛り上げる企画が各種団体によって光のページェントの周辺で行われている。 スターライトシンフォニーはその一つであり、光のページェント初日に定前寺通り沿いの東京エレクトロンホール宮城において、国内ミュージシャンと仙台フィルハーモニー管弦楽団が共演するチャリティコンサートとして開催され、会場内では光のページェント実行委員会や社会、福祉協議会への募金が呼びかけられる。 この他にもファッションドーム141内のエルパーク仙台スタオホールで行われるスターライトコンサートや街角コンサートであるハートランドフェスタブリリアントストリートアートクリスマスジャズコンサートの音楽イベントが開催される。西公園では火をつけた約4000個のろうそくをレイアウトするイベント西公園キャンドルライトファンタジーが行われる。例年ペジェントが始まった後 最初に訪れる土曜日に実施される。また、仙台駅西口、一番町、中央通りといった商店街、国分町、元谷屋町公園でも、それぞれ電飾が行われるなど、停電寺通りや青葉通以外においても、イルミネーションの広がりがある。以下の曲は、基本的にヒカペをイメージして作られた曲であり、それをヒカペ実行委員会が認定している。 他方、スイートスノーマジックは、スターダストレビューの根本要がヒカペを見て作曲で、あることが知られているが、ヒカペ実行委員会の認定は受けていない。なお、アキカとコンネミーは、共にアクターズインターナショナル、仙台所属であり、AI 仙台所属アーティストは、折に触れ、ヒカペの募金活動と、広報活動を行っている。中心的な会場は、前寺通り、最寄駅。 高等大公園駅と青葉通り、同、仙台駅、青葉通り駅である。通りそのものが会場となるため、期間中は、車道、歩道ともに混雑が激しい。また、定前寺通りと国分町通りの交差点に、光の歩道が設置されるため、17時20分から20時30分の間は、国分町通りに交通規制が実施される。光のページェント期間中。 各交通機関が特別便を運行している。仙台市営バスでは、光のページェント期間中に、ループル仙台の夜間特別運行をしている。これは、停前寺通り、青葉通り、仙台駅をつなぐ特別ルートを走るものである。また、2005年、平成17年からは停前寺通りで、ベロタクシーの特別運行が行われている。車道から、 光のページェントを眺めることができるので、徒歩での観光とは異なる風景が楽しめる。2006年、平成18年からはタクシー会社がタクシーでの観光プラン商品を提供している。2007年、平成19年から街中を周遊する屋根なし2階建てバス、スカイバス仙台が特別運行されている。鉄道では JR がジョイフルトレインによる臨時列車を毎年 岩手県や福島県から運行している。また、仙台空港発着のセスナ機やヘリコプターで、光のページェントを空から眺めることができる。期間中は、夜間特別運行がなされ、クリスマス前後は予約が集中する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。